はい、こんにちは。今日は中国の情勢についてお伝えしてまいります。まずはニュースを読んでまいります。中国経済の悪循環、断つ術はあるのか。11月の購買担当者指数 PMI が不安定さ浮き彫りに。中国はおそらく労働市場と消費者心理の改善なくして崩壊した住宅市場を立て直すことはできないだろう。だが消費者の活力や労働市場の好調もまた住宅部門の健全さに依存している。政府がこの悪循環を断ち切る方法を見つけるまでは中国の冴えない景気回復は続くと見た方が良さそうだ。2023年の中国の成長は今なお一定しない。中国国家統計局が11月30日に発表した同月の購買担当者指数 PMI はそれを痛感させるものだった。建設業 PMI がわずかに上昇した一方で製造業とサービス業の PMI はさらに低下した。サービス業 PMI は活動の拡大縮小の分かれ目である50を今年初めて割り込んだ。経済成長は夏の終わり頃に一時改善したがすでに息切れしているようだ。製造業の問題の一部は海外にある。サブインデックス副指数の新規輸出受注指数は 0.5 ポイント低下して 46.3 となり今年最低だった7月の水準に逆戻りした。だが特にサービス業では新型コロナウイルス流行中の消費者信頼感、借り入れ、雇用見通しの著しい悪化が未だ回復への大きな障害となっている。家計は2021年末の住宅市場崩壊とゼロコロナ政策に基づく22年のロックダウン、都市封鎖というワンツーパンチを食らいまだ立ち上がれていない。これらの要因が雇用市場と家計にとって重要な富の源泉である住宅市場の致命傷になったも同然だ。振り返ってみると21年末から22年初めの時期がいかに重要だったかが明白になる。サービス業の雇用は20年初めからすでに比較的低調だったが21年初めは建設業の雇用、家計の借り入れ、信頼感はいずれも高水準にあった。21年終盤にはこの3つ全てが下降トレンドに転じ、上海などの主要都市のコロナ流行を受けて政府が経済の大部分を停止させた後の22年初めには救いがたいほどの水準に落ち込んだ。その後遺症は長引いた。2021年9月以降のサービス業と建設業の雇用に関するサブインデックスの平均はそれ以前の5年間の平均をそれぞれ 1.4 ポイント、4.3 ポイント下回っている。コンサルティング会社ガベカルドラゴノミクスによると23年の名目家計所得の伸びは約 6% にとどまる。2017、18、19年と21年はおよそ 9% だった。消費者信頼感と借り入れはコロナ前の趨勢をはるかに下回る水準で推移している。理由はいくつかあるが重要な点は以下に集約される。労働市場の深刻な状況が続く限り家計は借金したり住宅を購入したりする気になれず不動産開発業者の財務に対する信頼も低い。だが住宅部門が回復しない限り労働市場の足場も安定しないだろう。なぜなら住宅部門は建設労働者だけでなく不動産仲介や家具販売に関わる人々、トラック運転手、技術者、その他多くの人々に対し直接的または間接的に多数の雇用を提供しているからだ。政府が何らかの形で不動産開発業者の大掛かりな救済に乗り出さない限り経済がこの罠から効果的に逃れられるとは考えがたい。しかしここ数年は住宅市場での投機や不動産業者の放慢経営を律することが政府のスローガンのようになっており、救済は政治的に至難の業だ。大規模な金融危機が起きない限り最も抵抗に遭いにくいのは遅々とした足取りで前進し続けることなのかもしれない。このように報道されております。バブル崩壊から銀行の金融危機、デフレという流れに至る道筋が中国の今の経済で起きているようにすら見えます。こうした経済情勢を背景として中国ではお金を借りようという動きが進まなくなってきていると見られます。住宅ローンなどそうしたことでお金を借りて何かを消費する、あるいは投資するなどの動きが抑制され、お金をそのまま節約または貯蓄するという方向へ進んでしまっているように見えます。こうした情勢と気を一にして企業の資金需要も弱いという状況が起こっておりまして、しかもそれに加えまして中国の金融機関が貸ししぶりをしていると見られています。つまりは不動産バブル問題による不良債権問題などで銀行が貸ししぶりの傾向を強めていると見られます。こうしたことから中国の中央銀行にあたる中国人民銀行は11月27日金融機関に対し民間企業の資金需要に応じずに融資を停止したり抑制したりする
貸し渋りをしないよう求める通知を出しました。中国では不動産大手が相次いで経営不振に陥っており、資金繰りの悪化を防止するのが狙いとみられます。しかし当局が貸し渋りの是正を求めてもあまり意味がある対策とはならない可能性があります。現状のような中国経済の情勢では、大胆な金融緩和と不動産バブルの崩壊を食い止めるための政策、財政出動などをしていく必要があると思われますが、習近平政権の経済政策を見てまいりますと、その両方が不十分なため、その結果中国経済の悪循環の流れが起きているように見えます。このままですと中国経済は貸し渋りなどで資金需要もなくなり、企業は内部留保を分厚くするという方向に進み、その結果資金を投資しなくなり、その結果ますます中国経済が回らなくなり、デフレになっていくという情勢と中国経済は直面する可能性が考えられます。そうならないためには、この不動産バブルの問題の影響をできる限り早いタイミングで止める必要があります。価格が大きく減少しているものは、早急に損切りをして影響が拡大するのを防ぐ中で、金融緩和をしながら全体を底上げしていくということが重要であると思われます。ただ中国の場合、地方政府傘下の地方融資平台の不良債権問題も深刻で、損切りしなくてはいけないとなりますと、金融機関だけの話ではなくなり、地方政府の財政問題にも絡んでくると見られます。このあたりが中国の不動産バブル問題を複雑にしている点だと思います。つまり中国の不動産バブル問題は金融機関だけの話ではなく、地方政府の財政、さらには地方政府の政治的な要素も含んでしまっているというところがですね、話を複雑にしてしまっているというところだと思います。経済的には損切りをしたいけれども、政治的には厳しいという情勢が習近平政権の対応の遅さにつながっている可能性が考えられます。そうした情勢に加えまして、中国の場合は日本以上に少子高齢化が進んでおります。さらに中国では社会保障などの制度なども日本に比べて十分ではないと見られております。デフレや経済停滞が進むとなりますと、中国の財政にさらに悪影響が重なる可能性があります。こうした情勢は日本のバブル崩壊以上に大きなインパクトを中国経済に与える可能性も否定できないように見えます。こうした情勢に加えまして、中国では現状若者の失業率問題が深刻化しておりまして、今の中国の20代などの若者が職を得ることが難しいと報道されている中、そうした中国の20代の若者がこのまま30代40代となっていきますと、中国の生産性など経済の成長力というような部分に今の若年層の失業率の高まりが影響し、その結果将来的な中国経済の成長率にも影響が出てくる可能性が考えられます。つまり中国経済は今後失われた20年というような、そうしたですね、長期停滞経済を迎える可能性すら出てきているように見えます。つまり需要の停滞というのは一時的でありますが、それが長期化しますと供給力の停滞にもつながるという可能性が考えられます。中国経済は不動産バブルの不良債権問題を契機として、銀行の金融危機、デフレ、そして失われた20年というような長期停滞経済を迎える可能性すら出てきているように見えます。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。ネット大衆紙ブルーカラーをご覧いただき誠にありがとうございます。皆様のおかげをもちまして、このチャンネルも多くの方々にご登録いただきました。誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。よろしければ関連動画などもご覧いただければ幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。